ハリーポッターシリーズ、ハリーポッターシリーズの登場人物一覧、ハリーポッターシリーズの登場人物一覧では、J.K. ローリングの小説、ハリーポッターシリーズに登場する架空の人物について、述べる。名前は初登場時の、通常用いられる呼び名、性に統一し、ミドルネームを省略したものと、フルネームを併記。ただし、いくつかの例外もある。また、 旧姓が明記されている人物については、文中で付記する。主要人物及び、ホグワーツ魔法魔術学校、不死鳥の騎士団、魔法省、四匹人に属する人物、魔法生物のキャラクターについては、それぞれの項目で詳述する。これらのうち、物語上を取り分け重要な役割を担うキャラクターは、本項目でもその概略を記す。 ハリーたちが入学することになるイギリスの魔法学校。肩書きは物語開始時点のもの。ウィーズリー家の人物については後日のウィーズリー家、親戚を参照。ロンの家族は両親と六男一女からなり、イングランド、デボン州のオッタリーセントキャッチポールに隠れ穴と呼ばれる住居を構えている。両親は共に純血の魔法族であるが、マグルや、 マグル生まれの魔法族に対しても差別することなく、接する。ボルデモートの復活後、両親と、長男、次男は、不死鳥の騎士団のメンバーとなる。アルバス・ダンブルドアがボルデモートに対抗すべく、結成した秘密組織、魔法界の政府機関。ハリーの母方のおばで、マグルであるペチュニア・ダーズリーの一家。1981年、ボルデモートの襲撃により、 両親を亡くした赤ん坊のハリーを預けられ、礼遇しながら養育してきた。1991年、ハリーに入学案内が届いた際は、一家は可能な限り逃亡するが、最終的には入学を認める。以後も、ハリーは休暇の度にイヤながら帰省し、17歳になるまでダーズリー家を実家とする。第7巻ではリリーが残した、ハリーの保護魔法が切れることに伴い、 祝い人の手から逃れるために家を離れて、不死鳥の騎士団の保護下に入る。物語の開始時点で個人であるか、存命だが直接登場せず、過去の業績のみが語られる人物。アルバス・ダンブルドア、アバー・フォース・ダンブルドアの家族。ある事件がきっかけで、家族中が不幸に見舞われる。遠い昔の、何世紀にも前に生命が絶えた純血の家系、ペベレル家の三兄弟。 金融詩人、ビードルの物語に登場する三兄弟はこの家の三兄弟がモデルである。19年後を描いた第七巻のエピローグや作者ローリングによる後日談、19年後以降を描いたハリー・ポッターと呪いの子の登場人物。ハリー・ポッターはジニー・ウィーズリーと結婚し、二男一女を設ける。子供たちはポッター家、ウィーズリー家、ブラックやペベレル家の血を引く。 また、ルーピン夫妻の息子、ペティリー・マス・ルーピンの後見人も務める。ホグワーツの戦いで戦死したフレッドを除く5人の兄弟のうち、チャーリーだけは結婚をせず、独身を貫くが、その他の兄弟はそれぞれ結婚し、子供を儲ける。ドラコ・マルフォイは、ホグワーツの戦いの後、アステリア・グリーングラスと恋愛結婚し、子供を儲ける。アステリアは、 間違いなく純血の血筋とされる、聖28一族の一つ、グリーングラス家の出身の女性ではあったが、ドラコ同様にマグルに対する差別思想を出した人物であったため、その後のマルフォイ家の集まりは、しばしば緊張をはらんだものとなる。呪いの子ではアステリアが、呪いの影響で早くに亡くなる。魔法ワールドファンタスティックビーストシリーズ、ハリーポッターシリーズの登場人物一覧。 ありがとうございます。